1、えー、一つ前の動画でも説明してる通りこれが悪いグリップねこれがいいグリップであまりグリップの説明しましたけれどもでゴルフはスタートラインで違っちゃうんですねここでねでもうこれじゃダメなんですよこういう人はもう永遠に上手くならないえプロでもいるよこういう人って言われるんですけどそうですでそういうプロは永遠に上手くならないでしょなった人いませんから。 こうじゃなないとダメなんですこれよりももっと寝てるの大丈夫よただね寝るとね力が入んなくなるのねでもアマりングリップにすればつまり教えているアマりングリップね、うん、もう一回見せようかね要するにこうやってさ角度を持っても時にさ 小指がこうなってればさ、力入るじゃない？あのー、このね右手のなんていうのかなあの下の腕にねところがねこうやって普通に持っちゃうとこうやんなきゃ力入んないもんだからこうやって持っちゃってホームランバッターになっちゃうわけねライトスタンド、レフトスタンドに打ち込むんですね林相手にねでこう持つと力が入れられないから。 でもアマリングリップにするとスッとこううっと力入るもうそこでスタートラインでね違っちゃってんのねだからアマリングリップの人が正気争いするわけで違う人は脱落してるわけね今ね、うん、これアマリングリップができてまだね1年経ってないから私が作ってねだからなんだけど未来はもうどうなるか皆さん分かってるでしょ はいチャンネル登録お願いしますよ。